夢ラジオ第4174回、今日は令和4年10月14日金曜日です。時刻は午前10時半、横浜港北曇りの朝ですね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は文学部の悲惨、こんなタイトルでお話ししましょう。文学部の悲惨。日本の大学には文学部、あるいは文学部と名前がついてなくても人文学部とか、なんかいろいろ名前が変わったりしてる場合もあるんだね。現代教養学部とか、なんかコミュニケーション学部とか、やってることは全部文学部じゃないのと。でそれがいかに悲惨かという、そんなお話をいたしましょう。本当は文学部に限らず、あの文系学部一般が悲惨なんですが、法学部や経済学部や、だけどね、あの文学部がやっぱり一番悲惨なので、まあ、そのお話をいたしましょう。で結局あの文学部で何をやっているかというとですね、外国語系統の場合、例えば英文科とかフランス文学科とかいろいろありますね、哲学科も含めて、こういう訳読をやってるんですよ。そして例えば1回の授業が、まあ、90分として、そこで1ページか2ページの訳読をして、それで終わりなんだ。これが大学3、4年ぐらいのレベル。ってことは大学1、2年はその訳読をするための語学力を身につけましょうという、こういうあの設定になるはずです。そして例えば外国系統でなくても、これがあの国文学とか、あるいは国史とか、つまり日本の歴史とかになったとしても、日本の古典の歴史資料を読む、そのあの訓練に時間がまず割かれ、そしてそれの読解っていうのが3、4年か、ひょっとしたら院まで行くかもしれません。国史とか国文になった場合、つまり昔のあのグニグニグニュッと書いてあるあの字をきっちり読める、まあ読めるようになるためには院まで行かなきゃいけないでしょう。まあ要するにやっぱり1ページ程度のものを現代語に翻訳して終わりと。これが全てです。哲学科も同じです。哲学科や心理学科も同じで、哲学科だったら、まあ、ヘーゲルあたりにしましょうか。それの、まあ、ドイツ語が読めるってことが前提として、それを1回のゼミで1ページ半ぐらい訳して、深いですね、みたいな。大学院でも似たような状況でしょう。大学院になっても、その研究書っていうのかな、読んでるテキストが二次資料になるだけで、さっきの一次資料だったじゃないですか。ヘーゲルの原点とか、シェイクスピアの原点とか、それが一次資料だった場合、大学院になったらそのヘーゲルに関する研究書、あのシェイクスピアに関する研究書を読もうかという二次資料になるだけで、やってることは変わりないんです。1回の授業で1ページと。で大学の授業っていうのは年間で25、6回あるのかな。あの事実上年明けからはないでしょ。特に私立大学は入学試験が1月末ぐらいから始まるので、年明けから事実上授業がない。そして年末まで夏休みも長いわけだから、だいたい25、6回すると1冊の本すら読めないんですよ。だいたい30ページか40ページほどの何かを読んで、それで終わりということですね。でこんな、要するにあの訳読授業ですね、それが外国文献かもしれない、あるいは昔の日本の資料かもしれない、あるいは哲学の何かしらテキストなのかもしれないが、訳読授業をこんなにちょろっとやっただけで何にも身につかない。身につくのはまあ語学力ぐらいでしょうか、うまくやったとしてね。本当は例えば哲学科だったらですよ、ヘーゲル哲学の我々にとっての意味、これを議論しなきゃいけないじゃないですか。ゼミナールなら
なもんない。あるわけない。話し合いなんかない。議論もない。役読やってんですよ。で、教員が指摘するのは今のその役の仕方はどうのこうのというスキルの面ですね。で、決して例えばそのヘーゲルに対してニーチェがどういうカウンターを食らわしたのかとか、あるいはヘーゲルからニーチェに至る過程で神はどう扱われたのか、これ大事な話題でしょう。扱われない、こんなこと何にも。そして一番まずいのはですね、こういう訳読がそのカリキュラムの中心に文学部のねなってることにより、自ら自分で考えようという雰囲気がどこにもなく、なんせ知見というのはある何か考えというのは人から与えられるものなんだ、それを正確に読み解くことが哲学なり文学なり心理学なりなんだというね、ものすごく受動的な姿勢が身につく。だから文学部の悲惨という、こういうお話ししておりますが、要するにそこの教員、これ大学教員もそう、あるいは学生もそうですが、ものすごく受動なのよ。パッシブなんですよ。自分で何かやろうとか、自分で考えてみようとか、自分で掘り下げてみようとかがない、ほとんどない。大学の教員にはそれなりの研究業績もあってですね、それでまあ大学教員になってるわけだから、じゃあまだマシなんちゃうかと一生思ったりしますよね。著書も多い、そういう教授も多いじゃないですか。けどね、で授業でやってることはやっぱり今お話ししたようなこういうふぬけた授業やってんですよ。著名と言われるそういう人たちもね。でそれは理由簡単で楽だから、これ訳読授業は楽だから、教員も学生も。その学生の中でまあそれなりにやる気もあって、それでもでなんか学問を目指したいみたいな人をまあ一旦修士課程に入れて、そしてその中で論文でも書かして、まあまあ将来通用しそうなものを博士課程に出し入れて、で博士課程まで入れるってことはある程度将来の面倒も見るってことですから、まあその人がドクター終わるか終わらないかの頃には、まあ、ちゃんと行けばですよ、どっかの大学の講師や専任講師あたりを口利きしてやるっていうのが、まあうまくいった場合のパターン。ただこうなる前にそれ以外のいろんな段階でこうなれなかった人が、まあ、10人中8人ぐらいはいることでしょう。だからそんな、まあ、競争をくぐり抜けた教授なんだからすごいんじゃないかと思うけどね、途端に保守化するね。これ大学の先生聞いてればこれ分かるでしょう。途端に保守化するんだ。自分が一旦その専任講師だの助教授だの何だのかんだのになった途端ね、だから人から何か言われないように大学器用にそれっぽいものを書く、これぐらいがもう関心事で、あとはもう自分の子育てとかね、なんかあれは今年のジャイアンツどうなるんだとかね、そんなこと考えてる大学の教員、ものすごく低レベルです。例えば本いっぱい書いてるっていうそんな人でもね、全然低レベルですよ。そしてそれらの教員が展開する授業のお粗末さ、さっきの訳読授業ですよ。例えば本をたくさん書くような教員もいますから、じゃあそのたくさんあるその自分の本をエッセンスをですよ、例えば10冊ぐらい著書あるんだったら、エッセンスをじゃあ例えば2回分に分けてでもですね、その2回で自分の著書、他の人の著書でもいい、それを論じると、で学生からの意見を聞くと、そしてその意味を今の段階で考える、そして今はもう SNS 発達してますから、その成果を YouTube で流すみたいなできるわけない。そんなの勘違いしちゃいけないのはね、著書が多いっていうのと授業の充実はね全く関係がない、文学部で。ただこれは文学部だけじゃないと思う、よその学部も似たり寄ったりでしょう。一見著書が多い、そしてなんとか大学教授ってすごそうに見えるじゃないですか。それがいかにお粗末なことやってるか、で誰もそれをチェックする機関がない。で学生もしょうもないと思っても言っていく場がない、学生アンケートもない。塾や予備校ならおかしな授業やってると一発アンケートやられてアウトなんですけど、ない。で学生も楽だからいいなと思ってる。これが文学部の悲惨です。
まあ、この夢ラジオを聞いてらっしゃる、例えば、まあ、保護者の方でもしお子さんいらっしゃるなら、これはね、考えた方がいいと思いますよ。文学部は結局、もし行く価値あるとしたら、大学の後にね、中学や高校の教員になる、どうですか、中学や高校の教員免許を取るっていう、それなら意味があると思うけど、今文学部の悲惨がこうなので、で、この夢ラジオでもよく言ってる、小中高とかの教員の惨めさ、大学がこんなにしょうもないから、中高がこれだけ疲弊して、教員がみんな頭空洞化してるわけですよ。思いませんか、今の学校教育の教員見て。もう保護者の目と、あと職員室での同僚の目だけが彼らの関心事で、生徒の方なんか見てない。言われたことだけやってる。自分で何か例えば教える中でね、こんな風にしていったらよりよく教えられる、ない、なんなものあるわけない。ほんでしょうもないルールを自分らでいっぱい作ってヘトヘトになってる。ほんでとんでもない時間外労働やって、自分でやってんじゃないかそれ。というこういう状況。だから学校教員にならせたくないでしょ。いや、ならない方がいいと思いますよ、あんな職業。惨めですよ、非常に。で、それは子供たちが敏感に感じてんじゃないかな。こんな大人になっちゃいけないな、みたいな。これ反面教師じゃないか、ひょっとしてっていう。まあ、学校教育のあの悲惨が、まあ、言うなれば文学部の悲惨と直結している。で、これは何度も言うけど、チェック機能がないので、この悲惨はこれからもずっと続きますね。で、もう学校教育に見切りつけて、今オンラインありますから、オンライン授業でまともな教育をやろう、こういうふうになっていくと思います。学校教員は税金等で公務員として守られていますから、どれほどおかしな授業をやってもずっとやっていけるんですよ。あ、楽でいいなと思うけど、その教員自身が堕落し、で学校が堕落し、で子供や保護者にゆくゆくは愛想尽かされると思う。オンライン、そしてインターネットが出てきたことにより、学校教育の化けの皮が剥がれ、文学部の悲惨、これが白日のもとにさらされ、今さらされているのに誰も見ないようにしている状況だが、そのうち見ざるを得ない状況になっていくでしょう。文学部は潰すべきだと私は思いますね。何の役にも立っていない。そして教員養成が必要だというんであれば、全く違う形でね、今の教育学部も文学部と同様にもう無意味な場所になっていますから、だから教員養成という、それを今の文学部や教育学部という枠組みとは違う新しい形で編成し直すべきじゃないかと思っております。ただし、まあ、今の文科省もそうで、ましてや現場の学校教員がこんなことを考えるはずはありません。聞いてらっしゃる方、まあ、大学生はもう入っちゃってるから遅いんだけど、保護者とかそういう自分の身の回りにまだ小中高あたりがいる場合ね、こういう文学部に進む意味、ましてや教育学部なんかお勧めしませんよ。学校教員になる意味、これをもう一回考え直すべきですね。夢ラジオ4174回、今回は文学部の悲惨お話ししました。ありがとうございました。